なんかご飯とか食べるときに、うん、何も行くとこ決まってなくて、うん、まあちょっと探すじゃないですか、いろいろ探しててどこで食うかなみたいなときに、うん、行って、その混んでたらもうすごい、あのもう満席だったり並んでたりしたらもう絶対嫌じゃないですか。もう入る気失せるね。もう並んでたら絶対入んないでしょ、うん、うわ並んでるわみたいな。で、まあ、ちょっと混んでてもうわ混んでるなとか、うん、いろいろ考えて他のとこ入ってて、まあラーメンでも何でもいいですよ、うん、うわ混んでる、ここちょっと無理だなってなって、うんうん、だからあここ空いてるわって見て、お客さん一人もいなかったら、うわここはここでちょっと嫌だなみたいな。わかるわかる。いやなんでそのわがままさって、その多いな。結局ちょうどいい数じゃなきゃいけないっていう、まあ日本人らしいというかわかんないですけど、なんなんだよっていうの、まあ、空いてるとこ探してたんじゃねえのかっていうのよくありますよね。あるゼロだったら行かないっていう。あれでもやっぱ芸人だったらね、そのどうしてもこう声のボリュームもね大きくなって騒いじゃうから、うん、で0人のところなんで嫌かってな、うん、味がもしかしたらまずいんじゃねえかじゃなくて、うん、高いんじゃねえかというのをよぎらん、うん、あいやまあよぎらんか、あんまそう高いんじゃないかっていうより、でもなんかはあるだろうなと思っちゃうんです、その結局味だけじゃなくね、確かに、うん、まあ値段しろ、もしかしたら相当うざい店主なのかなとか、そのなんか あとそのやっぱ偉そうな態度とかじゃないですか、大体がそういうとこって、うんうんうん、そのせいでゼロなんだろうなっていう感じがあるから、やっぱゼロも避けたいんだよな。そうなるとむずいんだよ。ラーメン屋なんて、うん、まあ10席ぐらいでしょ、うん、まあ10から15、20ぐらいの中でちょうど良さってなんだってなってくるんだよ、そうなると。そうなんだよ。じゃあそれは本当にあの11時ぐらいなんだよな、11時過ぎなんだよな、ラーメン屋は。どういうことですか。はちょうどええぐらい。いやいや、その行けば、うん、いやだからそれはしょうがないですか、もう行って、うん、だから15席しかないラーメン屋だとしたらちょうどいい人数は何人なんだってあるじゃないですか。15人いたらもう行かないでしょ、うん、行かない。だって0だったら行かないわけでしょ、うん、で 5とかだったら行くってこと。そのうん、5は行くな。いや、そのだから5とかでちゃんとキープしとく。5でずっと行っといてくれ。5を探さなきゃいけないわけでしょ、うん、まあ昼飯食う時間も選べないしね。そう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 。だからちょうどいいとこが、確かに5とかの方が入りやすいんだよな、うん、結局入りやすい。ちょっと別にゼロでもめちゃくちゃうまいお店なのかもしれないのに、やっぱ行かないじゃないですか、うんうん、行かない。なんか全然いい、無意識に避けるな。どんだけ店構えがボロボロでも、なんかそれなりに人いたら、あ、おいしいのかなってなんか思うけど、わかるわかる。そこがゼロだった瞬間、うわここもうダメだなみたいな感じになりますからね、うん、そうとは限らないですけど、なんか偉いもんだね、わがままですよね、そう思うとね、うん、心理があるんでしょうね、なんかそう。まあ多分そう、ゼロのとこに行きづらい心理はあるんでしょうね、うん、なんかあるんじゃないかって確かに思いますからね。もう大体まあそのゼロのとこって、その店の人がもう普通に客席に座ってなんかテレビ見てたりしますしね。 あれで行きづらくなってるの、あれでゼロお前キープしてんだよって。あれ気使うよな、あれやめろよって本当思いますけどね、うん、なんか前も言ったけど、だいぶ前にも言ったけど、その常連しかいないとこも嫌だし、ちょっとした居酒屋とか。あ、俺もそれ大嫌い。あれマジで良くないよな、うん、この感じ。もう何考えとんなって思うよな。絶対行かんけんなって思うよな。いや、そう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 。俺、ま、阿佐ヶ谷の北口のあの飲み屋街抜けたところなんですけど、うん、家が、まあもういつも通るんですよ。そういうとこがあるから、そういう店があるって、ね、そういう店が多い。やはり荻窪の教会通りにもあるんで、そういう店があって、うん、美味しそうで行きたいのに、もう、うん、この間のなんとかちゃんがさみたいな、そう聞こえてきて腹立つわ。知らねえよっていうか、もうあれやだよな。なんか店主もそれでなんかええんか知らんけどな、まあ食えとんじゃけえんか。いやまあそうなんでしょうけど、なんかね、そのちょっともうちょっと門を開いてほしい気がしますよ、うん、なんか僕らとしてはね、うん、そういう店あるよな。ちょうどいい人数だとしても常連感ありすぎて嫌なとこある。まあお客さんなんかはって言われても嫌ですしね、うん、立ち飲み屋さんに初めて僕は一人で行った時に、隣の人に話しかけられた時もすげえ嫌だったもんな。やっぱなんかそういうのあるんだと思って、うん、嫌だよな。急にそのあそこの焼肉屋行きましたかみたいな言われて、そのあもうやめてくれっていう、そうなんかそう思ったら汗が止まんなくなってきちゃって、なんかこっちの勘弁してくれ勘弁してくれと思って汗だくになっちゃう、うん、もうそう思ったら。なんかちょうどいいとこってやっぱなかなか難しいんだよな結局、うん、ご飯屋さんとかね。初めて入ってそういうもうがっちりその輪ができとってな、ああ全員見てくるだろ。まあ全員見てくる。いやいやいや、なんていいでしょ、お客さんだぞっていう、うん、てしまいには店主すろって言ってからしなんか いらっしゃいいらっしゃいじゃねえ、お前店だろと思って、うん、お店ってそういうもんだぞって。そうそう、あるある。店主の方が、うん、えみたいな、入ってきたみたいな顔する
なんでなんだろうな、何こいつと思って。いやあれは確かに嫌だよ、嫌ですからね。いやちょっとまあ考えてそういうところで飲んどるやつも嫌。まあそうそうそう、ああいうああいうノリは嫌だな。いやなんかよくあるけど、ああいうバーベキューみんなで行くやつ、うん、店交えてのバーベキューあるわゲロが出るわ店交えてバーベキュー行くノリめっちゃ嫌だろ。いやいやいや、ほんまに、フットサルとかやるノリ、いやいやいや、キモい。なんかね、ああいうのを好きな人いるじゃん、趣味を店の人の趣味にこうみんなで行って、うん、その写真とか店内に貼ってあるんだよな、うん、やめてくれ本当に。それもホームパーティーじゃん、その。いやそう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 、そなんかよくやるなっていうか、そこでお金が発生しててよくやるなってちょっと思うよな、ね、なんか切り替えが難しそう、うん、なんかただじゃないんだっていう感じになるでしょ、うん、なんかね、あの切り替えどうしてんだろうと思いますからね。ね、うん、やっぱ程よい人数のお客さんで味はうまくて料金も安くて、そしてそっとしといてくれるっていうのが一番嬉しいですからね、うん、介入してこないのが一番嬉しいんだから。やっぱ小心者ですからね僕は。結局でも人間まあそうでしょ、みんなね、うん、そっとしてくれるところの常連になるわけですから、あいつも来てくれてるなっていうのをうちに秘めてくれてるこう優しさというかね。あそれがええわ、それが一番いいですからね、うん、帰りの出る時にいつもありがとうございますって言ってくれるとかが一番いいでしょ。いいいいいい、それをなんか、おいつも来てくれますね、どうすコントバーベキューっていらねえんだよそんなのはって、行くかバーベキューっていうのになりますからね。なんでこれはちょっとまあ好みあるかもしれないですけど、まあね、そういうのが好きな人もいますからね、一概にはまあ言えないです、ね、ないですけど、我々は嫌ですから、うん、ちょうどいい人数の、そっとしてくれるお店が一番ありがたいですね、うん、そういう店が増えてほしい。これはお店側としてはいい迷惑でしょうけど、でバカ安い、そんなそんなん言い出したらもうめちゃくちゃになるだろう。それはもうわがまますぎる。そうバカ安くてめちゃくちゃうまい、うん、めちゃうまでバカ安いめちゃ近い24時間営業そんな理想の店あるかまあでも本当にそう思っちゃいますから、うん、あのちょっとそっとしてくれるところに、特に芸人なんかでちょっとこっそり行くとか一人で行くとかは特にね、うん、そう、うん、なんとなくそういう店が増える、いっぱいあるとねいいです。ちょっと探したいですねそういう店も、ね、そうですね、うん、みんなもそうなんじゃないでしょうかね。意見をちょっとね書いてくださいよ。日高屋がええよ結局まあそうなんだから流行ってんでしょうね、うんうん。平日毎日愚痴を更新しています。ウエストランド井口の愚痴ラジー。